下田明久2009年は日本の医学者、元旭川医科大学学長、旭川医科大学名誉教授、専門は病理学、北海道岩内郡岩内町生まれ、北海道帝国大学医学部卒業、1949年度、大学院医学研究科修了、同医学部助手、同医学部講師、国立札幌病院検査会長、 1960年1月北海道大学医学博士論文の題は脳血管周囲構造の電子顕微鏡的研究脳推薦及び脳主張に関連して1973年旭川医科大学医学部教授1974年度副学長1987年旭川医科大学学長に就任 1991年旭川医科大学大官、同名誉教授。父は、北海道産アスパラガスの生産を成功させた、下田義久さん。北海道人物、人材情報リスト 2004? ヤクラ秀隆、フォールム、歩みエッセイパリから見える、この世界2013年、パリ、ロスコフ、ニューヨークで医学の哲学を考え始める。 医学の歩み第248巻第6号、いはやく出版、2014年2月8日、6ページ、ネイド400億1996万6227、2021年5月2日閲覧、博士論文書誌データベース。ありがとうございます。